岡山市北区にある平林金属のリサイクル工場です。こちらは大手家電メーカーパナソニックが開発した使用済み家電をロボットが自動で解体するシステムです。現在平林金属がエアコンの室外機を解体する実証実験に取り組んでいます。手作業の場合の3分の1ほどの作業時間にすることを目指しています。第一歩となって他のものに波及していくっていうのが大きいかなと思ってるんで、10年20年先は楽しみかなっていう気がしました。